ディットレーボーディットレーボーはアメリカ合衆国の単元楽器でブルースの発展に影響した。ガラス瓶の上に2つの爪をコマとして立て、そこに弦を張ることで音量を大きくする。伝統的にアメリカ合衆国南部の子供たちの入門用楽器と考えられていた。アフリカ系アメリカ人集団と南部の田舎以外では滅多に聴けなかった。この楽器の他のあだ名はジタバグや 一元だが、音楽民族学者は公式に単元ツターと呼んでいる。ディッドレー,ボーは西アフリカ由来である。そこではよく子供たちが演奏しており、カズトが弦を弾きもう一人が指を滑らせて音程を操作する。後にアメリカの奴隷の子供たちの玩具として発達する。1930年代に南部の田舎で初めて記録されている。 一般的に家庭で作られ、木の板に一本の金属弦を貼り、金属やガラスのコマを動かして、音程を変えて演奏する。コマとして、ガラス瓶を使い音量を高める。この楽器は、伝統的に入門段階の楽器として考えられており、主に少年が演奏し、普通のギターに卒業していく。しかし最近では、この楽器は伴奏楽器として、専門演奏者にも使われる。 この楽器はブルースによく見られるが、その理由は、ブルース奏者の多くが、子供の頃にこの楽器から音楽を始めたためである。スライドギターと同様の仕組みである。しかし、子供たちの楽器と考えられていたために、大人になっても演奏し続ける、演奏家はとても少ない。それゆえこの楽器は、録音が少ない。重要な演奏家の一人に、 ミシシッピ州のブルース演奏家のロンリー・ピッチ・フォードがおり、彼の家での制作映像を公開している。ジオンさん記念基金の2000年に設置された彼の墓標には、彼の家族の希望通り横にこの楽器が彫ってある。有名なギター奏者であるモータウン集団のファンク兄弟もこの楽器で学び偉大なモータウンの名曲を生み出した。他の伝統的に著名な演奏家は、 レヴィス・ドッソン・ヤグレン・ファウルクネー、ジェッシー・マイ・ヘンフィル、コンプトン・ジョーンズ、エッティー・一チジョーンズ、ナポレオン・ストリック・ランド、モセス・ウィリアムス、長地艦、一チンのサム・ウィルソンがいる。ウィリー・ジョーデン艦も同様に有名で強く連歌したこの楽器をウニターと呼んでいる。似た楽器を使う最近の演奏家にはニューヨーク市を中心に活動する。 ジャズピアノ奏者のクーパー・モーレア・アメリカ人、ブルース奏者の海病、スティーブ、サム・ベネット、ダニー・クロハ、一元のウィリー、盲目のベルクローレ・レウィスがいる。白・ジャックは映画のうるさいかもしれないの中で誰がギターを買う必要があると言ったを演奏した。海病スティーブは彼の楽器への感謝を込めた曲のリット・レイボー2009年の曲集の他の時間からの男に入れた。 ありがとうございます。